はい、こんにちは、グリードです。皆さん、コントローラーのサイズってどれぐらいがお好みですかね。例えば PS5 は結構大きめじゃないですか。で、 PS4 は逆に小さい。そしてまあ Xbox コントローラーがだいたいそれの中間ぐらいに当たるんですかね。今日はね、面白コントローラーをね教えてもらったので、 FPS COD で使えるのかっていうのをやっていこうかなと思います。はい、今回こちら、ででん、 HyperX さんのタントミニコントローラーですね。ちなみに全く案件とかではないです。単純に僕が面白そうだなと思ったから今回動画で使います。普通のね Xbox のコントローラーの大きさがまあこちらですね。ちなみにこれ純正コンじゃなくて、今僕が使ってるちょっとカスタムコントローラーなんですけど、また今度動画で紹介します。今回使っていく HyperX さんのコントローラーがこちらです。あら可愛い、あらちっちゃい、比べるとこんな感じかな。薄さがかなり違うかな、これ。ほら。短いし、薄いし、とってもちっちゃいですね。かわいいです。もう、ほぼね、もうグリップが存在しないですね。グリップなんちゅうものはない。でね、このコントローラー一応ね、公式さん、Xbox とも公式でデザインしてるから、まあ本当に中身純正なのかな。このボタンとかね、スティックはね、純正と何ら変わりがないんですよね。まあ大きさ的に手がちっちゃいお子さんとか、あとね、なんだろう、旅行先持ち運びができるよっていうコントローラーだと思うんですけど、まあこれ、FPS これでできんのかっていう。まあスティック自体はね、本当に純正とあんま変わりないからね、結構いける気はするんですけどね。まあちょっと今回これで COD やっていきましょう。よっしゃ、やっていこうか。めちゃくちゃちっちゃい。しかし、まあここで、ね、いつも通りの成績を出して、デバイスって関係ねえじゃんってところをね、見せてやるぜ。一旦こっちだ。立ち回りで勝っていこう。エリア。向か？やばい、きつい。これカバー欲しいな。いける。よし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 。スティックに関しては、マジで純正だから、エイムは問題ないんじゃねえか。そこそこに。ただね、グリップがないことによって、こう、ホールドできないから、安定性はないが、まさかな。このコントローラー作った人も FPS やるとは思ってないだろうから、決して、まともにプレイできなくても、これは、コントローラーのせいではない。勝手に FPS やってる僕が悪い。よし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 。これ、アドバンス指呼びたいね。OKOKOK。たまにエイムが乱れるが、これ正面来てるよ。頼もしして。頼もしいいでしょう、今日くらい。まだ来る、まだ来る。すごい。前腕が、今まで、使ったこともない筋肉使ってるわ。めちゃくちゃパンプアップしてる、今。うまい。え、いけるぞ。お？すげえ、ちゃんとエイムしてくるやん。クリアリングしてくんなよ。オッケー、から待ち。よし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 、うまい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 。あれ、なんか普通にやってない僕。普通にやってるわ俺。腕はね、もうやばいっすね。このパンプアップえぐいけど、なんか普通にやってんな。よし、あ、ロング抜けるぞ。いいよ、裏取りは大丈夫。この回って回って、右クリアリングしてから、左やると。ああ、こんな感じ。うわ！よし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 。めっちゃキル中してるけど、連キルが続いてる。一旦これアドバンス UV でしょ。いつも出してることをやりたい。このうざい立ち回り。よしよしよし。立ち回りよ、結局。結局のところ。こんなうざい立ち回りしたら、もうそもそも打ち合いどうのこうのじゃないからな。うん。やばいやばいやばい。はぁ、弾がないよ。そしたら、どこにでコンから上げて。でも、やばい、エリア頑張ってくれ、ちょっと味方。僕を戦力として数えないでくれ。なんだ ?M4? すごい珍しいもん使ってるね。あ、アドバンス UV 出た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 、マジで？え？よし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 。違う、何してんの？あ、違う、ない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 。あれ、僕の、あれ？ M4、M4、MCW は？
MCW 消えたんだけど、もう。せっかく弾薬ボックスまで出したのに、これめっちゃこっち見てるわ。OK。スウォーム出た。いけ、ファンネル。よし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 。これ MGB ですか、もしかして。MGB 出てるから。OKOK。拾った MCW が割といい感じだな。これでいこう。椅子は変わってないんじゃないかな。ってなると、こっちだよね。いたいたいた。これなら。え、待って。わかんない。敵の位置。まずいまずいまずい。立ち回りクソみたいなことしてる。バレた。さすがにバレたか。え、こっちで湧いてんじゃない？湧いてる湧いてる湧いてる。たぶん、ガンぐらい。あぶねえ！あー、うさぎ役だ、マジで。いやー、あと1キルやった、MGB まで。うーわ、やらかした。マジで、ここまで、もう、すべてをもう MGB に託して、そう、クソキルチューしてたのに。うーわ、マジかよ。まあ、でもまだ終わりじゃない、まだ終わりじゃない。いや、まずいな。こっからは、もう一回 MGB を狙うか、真面目に勝つしかない。惜しいな。42キルしてるのに負けてるぞ。惜しいな。オッケーオッケー、頭なし潰して、そろそろ耐えられないかな。いやー、きつい。よし、まだ止める、まだ止める。こっち湧いてるね。うわー、あれ逃したの厳しい上に、なんか後ろ入ってきてる。もう！なる、え、これチーム分け合ってる？おかしいよ。あ、すげえ、でもスティックはほんと純正だからマジで大丈夫。エイム。エイムは大丈夫だ。うわ、これもうマジあと1キルしてたら勝ってたやん。え、これ、よし、ルイさん、チーム分けが。あー、そしてごめんなさい。さすがにね、手が限界だわ、これ。さすがに手が痛い、もう。無理無理無理。いや、これね、多分ね、FPS じゃなければ、問題なく、本当に問題なくね、プレイできる。純正と全く一緒ですもん、ボタンもスティックも。で、この小ささだから、ね、旅行先とかすげえいいんじゃない？これ持ち運び。よかったら今日も、チャンネル登録、高評価ぜひ、モチベーションになるんでよろしくお願いします。また何かこう面白いコントローラーありましたら、ぜひ教えていただけると幸いです。バイバイ。